ございます。おはよう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 ございます。よろしくお願いします。まだ真っ暗。真っ暗よ。おはようございます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 。お願いします。ありがとうござい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 ます。イケア西から、愛は大西から、二十歳になりました、大西流星です。よろしくお願いします。グループ最年少の泣き顔笑顔、長尾こと長尾健人です。よろしくお願いします。大吾です。はい、なにわ男子のみっちーこと19歳道枝俊介です。よろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。どうも、なにわ男子のなにわ感担当藤原丈一郎です。お願いします。イケメンは生まれ好き、誰が好き、君が好き、小顔です。高橋丈一です。お願いします。プリン食べすぎてお尻プリプリ、なにわ男子のリーダー大橋和也です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。皆さん見てください、これ7月28日、違う、7時28分、見てください。何がですよ、7月22ですよ。伸びますよ。伸びます。珍しいジョンになります。ありがとうございます。7時28分、ハプニングでしたね。さすが、そうです。わざとやもんな。間違いわけないよ。びっくりした。計算ね。カンペ読めないリーダーなんていないですか。カンペも出してくれてるからね。そう、しかもまあまあ覗き込んでましたからね。元気よく皆さんお願いします。新聞をご覧の皆さん、おはようございます。はい、早朝中継で、いよいよラストでございます。どうもプリン食べすぎてお尻プリンプリン、なにわ男子のリーダー大橋和也です。よろしくお願いします。ハッケーでーす。おめでとうございます。おめでとうございます。してるっすよ。え、してるの。してるよ。やっぱこう、メンバーといるとさ、こう、ほぐれるよね。
ちなにわ男子が来ているのがですね、うん、大阪万博公園にある太陽の塔の前でございます。見てください、太陽の塔のものまねしてますよ。ものまねしてる。めっちゃ似てる。ちょっと似てる。ちょっと似てるやろ。太陽の坂井、さすがデビュー日ですよ、はい、どうですか、迎えた感想といいますか。嬉しいです。なんかこうちっちゃい頃からこう夢見てた場所というか、うん、そうやね、だったので、なんか今そこに自分が立ってるのが信じれないぐらい、ちょっとさっきのね、情報番組ここぐらいね、させていただきましたけど、ね、全部ふわふわしてたね。19歳から20歳になった瞬間、うんうん、あの体は変わってないけど気持ちだけ変わってる感じですね、うんうん、そうやね。そして記念すべきこのデビュー日をですね、この思い出深い万博公演からスタートできて神々しいよな、うん、なんかビームはほんまに放ってるみたいな、上から。いやいや、来てる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 、ビームくらった、元気になったよ。やった、よいしょいいね。あとからちょっと大阪府の方に怒られてください。いいよ、怒られるわ。去年も来させていただきましたし、今年も、デビュー日に来させていただきまして、今年に集めに来たいところではございますけども、2025年には再びこちらで万博が開催されます、はいはい、まだまだ万博について話したいところなんですけど、我々あの何にせよデビュー日なので、あの時間がございません、はい、わー、ありがたいことです。なんとなんと嬉しいことですね。今から関空に行きます。関空、関空チャーター便に乗って東京へ向かいます。チャーター、チャーター、マジで、まさかの何を男子チャーターしてもらえる。すごい。羽田空港に参ります。はい、その羽田空港でグラブをパフォーマンス。おお、その場でマスコミの方々にここに取材をしていただきまして、その後ミュージックステーションの方にも出演させていただきます。わい、来た。では早速東京に向かいましょう。行きましょう。こっち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 。さあ皆さん行きましょう。ということで今関空に向かっておりますが、はいはい、YouTube 上でですね、質問を募集させていただいたところ、いろいろたくさんいただきましたので、ありがとうございます。答えてまいりましょう。まずはですね、デビュー日のなった瞬間どうされてました。あ、今朝ってことか。それはね、僕と大石君も一瞬でね、うん、廊下に出てきて、あと流星君もおとかメンバーちょくちょくこうやって言ったらよ、見てよ。ジョー君もジョー君もジョー君も俺動画撮ってたで。そうやね、ジョー君撮ってくれた。俺写真撮ってた、はい、出てきた瞬間、あのミッチーの声が聞こえて、何してんのかなと思ったらめっちゃ歌ってた。何歌ってた。12時になって。え、何やったっけ。12時。スノーマンのシークレットたち歌ってた。そうや、さすが負けたスノーマンさんに。最後何してた。何してた。何してた。あの、なにわさんが別にメンバー愛とかじゃなくて、なにわさんが壁紙やったりするから、その11月、あ、俺が撮ったやつ。そうそう、俺が撮ってって言ったやつ。11月12日のこの0時のタイミングでちょっとスクショして、それをこう刻みたいなっていうのがあって携帯触ってたけど、でも集まりたかったのよ、ほんまは、うん、あの集まってちょっとお話しして、一緒にみんなでジャンプしようっていう話を、ね、一回雑誌でしてたやんか。してた。それをしたかったんです、私にシアタは。はい、でも怒ってるやん。そうです、怒ってますよ。昨日はあの、まあ、ちょっとお仕事終わる時間が遅かったじゃん。遅かった、遅かった。ジョー君に今日どうする、集まる、うん、って言ったら、いや、やめよう。そんな言い方おかしない。いや、言ってた言ってた。明日朝早いしやめようって。俺らは集まりたい気満々やから。だから俺連絡して。そう5分前に招集かけましょう。俺言ったんすよ。だからその全員聞こえてたかな、全員が乗ってる車の中で言ったのよ。なんて今日集まるって言ったら全員無視。いや、それは聞こえてないわ。それを踏まえて大橋が廊下でみんなで顔出そうって、おめでとうっていう顔出そうっていうメールした。そうそう。でもそれもごめん、じゃあ集まるでいいやん。聞こえてなかった。ちょっと待って、こんなんでこんなさ、暴露みたいになってるの。デビュー日やで。この中で一回もまだ一言も発してない謎の人物がおんねんけど。誰？高橋さん何されてたんですか。11時50分あたりで僕は記憶が飛んでるんですよ。高橋はほんま寝るスピードが半端なくて、はい、伸びたかっていうぐらい。タクシーに乗った時に助手席に乗ると、もうタクシーさんのこう肩にこう、そうやね、うん、間あるのにな、結構めっちゃ可愛かった。運転手さんじゃない、タクシーさんや。タクシーさん、運転手じゃないもんな、タクシーさんや。タクシーさん、タクシーさん。結構みんな、ミッチも自撮り送ってきてくれたよ。なんかの記念日はもう自撮り、自分の自撮りを送るっていうのをもう決めようと思って。それこそファンの人もすごいお祝いしてくれてたよね。トレンドとかにもいろいろと、なにわ男子デビューおめでとうって。ありがとうございます。ありがとうございます。個人的にグループ内の好きなコンビは、でもなんかここは端々コンビはなんか波長が合ってる感じがして、
一緒に見んなよラジオもね、2人やってるからダブルブリッジ的な感じですかね。ブリッジって意味わかってる？ブリッジ、ブリッジ、こっちのブリッジ違う、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 橋、橋、橋、あ、橋、英語でブリッジ何これ2人でブリッジしてるっていうこっちやろ、だからお前のブリッジなんで前やねん、ブリッジ。じゃあ客観誰でもできるやん、ブリッジ。全屈、全屈、客観的に見ても後ろやからの。おい、難しい言葉使うな。こうなるやんか、だから客観的に見たら全屈やろ、対面なのか全面なのかみたいな。全屈やん、そういうことです。なるほど。僕はやっぱり上端かなって思いますね。俺と高橋やろ。違う違う違う、上橋やろ。この二人のねコンビももちろんいいですけど、大橋くんとジョー君のコンビもいいなと思いますね。その通りやな、嬉しいな。その通りやな。なんか最近なんかお二人ね、より仲良くなったというか。うん、ミッキーお前プライベートちゃうでこれ笑ってんねん。ちょうどよ。僕はそうですね、密かに好きなのはそこの京平と流星。おぉ、俺か。そうやな。え、リチェ、リチェ、キョロ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 とリチェで、せーの、キョロリチェです。っていう感じなんですけど、一緒に動画撮ってたりするんですよ。あ、そうやな。あ、そうやね、なんかそういうイメージある。それよく見ると、なんかすごい、あ、平和だなって。アップデの時さ、楽屋がこの3人だよ、いつも。あ、そうだから、いつも2人で撮ってて、俺は止めでずっと撮ってて、何撮ってんだろう、なんか流行ってんのかな。ほら、寄してあげて、入れてって言ってんで。寄してあげて、次回からね。次回からね。ちょっと、上道、上道、ジョー君と道枝だ。この2人がいいのよ。雑誌の取材とかでもイチャイチャしてるところをすごく見て、それを西田こう写真に撮ってるんですよ。だからもうお前上道の写真ばっかりだ。あ、そうなんや。すっげえミッチーちょっかいかけてくる。そう、人懐っこいな。いやいや、そんなジョー君もあれっすよ、なんかちょっかいかけてくるんですよ。かけねえし。新婚カップルやな。新婚カップル。いや、結婚したの。今の言い方は金婚かっこいいよ。違う、それも意味わからんねんて。みんな潰れてるって。でもなんかそうやって僕のくだらない絡みにも対応してくれるジョー君はもうすごいありがたいです。いや、ほんまにいつもくだらないんですけど。おいくだらないってはっきり言うな。おいミッチ嬉しいんか分からんけど、ずっとここから足がパタパタしてる。あの、ワンちゃんと一緒やね。尻尾振ってんのと一緒やから。まあ新発見というか面白いなと思ったのはケントとダイちゃん。意外じゃないですか。確かに意外よ。なんかめっちゃうるさいやつとめっちゃ普通なやつ。いやいや、昨日みんな見てた。あのさ、マネージャーさんがコンビニを探してくれてたのよ。見つけたのに、あ、間違えて通り過ぎちゃいましたってなった時に、みんなでおーいとか言ってたやつ。言ってた言ってた時にケントがマジかよみたいな叫び出して、いや、普通にうるさいって怒られて。いや、マジトーンやったから。俺と京平で、うわ、ケント怒られた。うわ、うわ、後ろからおわしか、遅れてない、お前。ほんまにあれ、マジガヤ言うの、B 型やから。僕はですね、条件かな。条件小型ゲームって。条件っていじり合うやん。はいはい。なんかこう最年長と最年少っていうコンビ、それが俺やっぱ好きやな。おい藤原、言われてんぞ。もういじってきて乗ってきて今入るから。あ、うるさいって怒られる。ほんまやで、気付けよ。はい、言われんの気をつけます。こういうのがいいです。じゃあ大悟くんと怒られた時の対応全然違うやん。じゃあハスは、俺は好きなコンビ片藤。ハタフジ。聞いた話では大ちゃんがこの2人の、 あのメールを釘打って一番上に、あの、何なるようにしてんの。ジョー君と大悟のなんかメールをなんか言ってたやん、焼肉食べてる時。あ、それあの正門とハッスンのグループメールを一番上クリック。やっちゃった。かさぶためっちゃった。すいません、あの、カンクのアウトレットで下ろしてください。なんか買うやん。なんかでも、なんかいろんな仕事としてなんか二人でなんかいろいろしてんのがすごいいいなと思う。もう無理やで。もう無理やで。もう無理やで。これ傷ついてるからな。そうやで。もうなんでジョー君出てきたんすか。だからなんかジョー君の話してたなと思って。お前ほんま人の話絶対聞いてないやろ。ほんまや。焼き肉触った。普段言えないことを、せっかくなんで言っちゃってください。普段言えないこと。え、これをそろそろ使う。そろそろ使おう。まだまだ使おう。使いたい。いや、俺も早く使いたくてさ。こちらです。ミッチーお願い。何？何ですか。ミッチーとメールみんなするやんか。結構なんか絵文字とかなくない？お疲れ様です
だけ、うん、なんか絵文字使ってほしい。なるほどね。そう、なんかほんまにニコちゃんマークとか、うん、なんか使ってほしいなっていう。絵文字を使って欲しくない人もいるじゃないですか。なんかそういう人によって違うじゃないですか。ちょっとどうするの、これ先輩に対してむずない。そうなんですよ。仲のいい、仲良くさせていただいてる先輩には絵文字とかニコちゃんとか顔文字とか作ったりはし、それこそ仲いい先輩。仲良くない先輩。あー違う違う、そういうことじゃない。気づいてよ、察しなよ。そう、みんなミッチーからの絵文字はついてます？ついてると思う。ついてると思う。すいません、やっぱりアウトレットで下ろしたもん。ジョー君もでもね、あのついてないんですよ、たまに。それはなんか俺気使ってるから。え、あのミッチーが絵文字ないから、あ、絵文字ないバージョンの方がいいんかな。合わせれるんや。合わせる。なんか一人だけめっちゃ絵文字で送っててないのめっちゃはずない。やっぱそう、使った方がいいのかな。ちょっと使って、マジで。わかりました、使います。じゃあ、みちえさん。みちえ、たまにね、ゆうせいくんの返事がちょっとたまに遅い時があって、おお、送った何秒後かに返信してるんですけど、はい、次の日とかにひどくついちゃうんで。そう、そんなことあった。なんか、寂しい気持ちになるというか。これ、ゆうせいはどんな。別に気にしてないねんかな。見たらすぐ返すようにしてるかも。うん、それこそさ、12日になった時、流星さ、なんかなにわ男子の集合写真か、そこになんかメッセージつけて、なんか手作りの写真作ってくれてたよね。うん、あー、そう、うん、送りましたね。なんかそういう、なんか手作りみたいな。お前今あくびしようとしたやろ。しない。おい、今これに言うか。違う、調合。違う、構うねんな。はい、弁護人どうぞ。はい、今のは流星くんが僕たちのために作ってくれた、それに感動して泣きそうやって。で、これ、うん、今だからここじゃ泣く場面じゃないと。まだ違うから今頑張った。なるほどね。はい、被告人。我慢したっつったぞ。だから泣くの、泣くの我慢したよね。泣くの我慢したよね。ほんまにあくびではない。あくびではない。み、もう撮ってるからね。これ涙目やろ、だから。撮って、だから涙目やね。あくびは涙目になるんですよ。送りましたね。なんかそういう、なんか手作りみたいな。お前今あくびしようとしてしない。あくびとか何は男子になって捨てたもんな。大西くん今あくび隠しましたよね。捨てないです。見せるより見せる。めちゃ目真っ赤。弁護人まだ、これはやっぱ自分から走って、やっぱ走ってやっぱ何は男子の写真載っけたけど、あれやっぱエモいなっていう泣きそうやった。あ、そうなんや。完全今こうやったやと口がうーん。やっぱあんまこうあくびとか何は男子になって捨てたもんな。大西くん今あくび隠しましたよね。やっぱみんなが見てるところで泣かれへんから。早返事してほしいなっていうな。そう、寂しがりやからね。いっぱい返事してあるわ、俺も。あ、はい。大丈夫だし。本当にな。はい、あ、大吾。大橋さんの挨拶。ほう。お、なんや。あ、基本的に、こう、発すんって、何に対してもこう音を拾っちゃうじゃないですか。撮りますね。だから、例えばスタッフさんが、スタッフさんがこう、今から始めますみたいに対して、はーいとか。ああ、やるね。もちろんそのことに対してはすごくいいと思うんだけど、うん、過剰に反応しすぎやなっていうのは、ほうほう、すごく思う。確かにね。これ、なんか多分理由があると思う。うん、理由？クイズ座違和感っていう番組をさ、はい、僕とジョー君と大橋君とかでさ、あの出させていただいてるやん。そうやね、3人で。その時に、お願いしますとか言ってるのを、大悟さんが、千鳥の大悟さん。そのなんかこう、番組内で、大橋君めっちゃうるさいんよみたいな、味しめたのか、めっちゃうるさくて。無理してんの？そういうこと？いや、でも、裏で言われたのは、お前はそのまんまでおれよ。お、大悟さんに、うん、と川島さんに言ってもらって。そう、そうだからお前そのままでいてほしい逆にって言われたから。よくないっていうわけじゃなくて過剰なの。20秒前です、はーい。10秒前です、はーい。5秒前です、はーい。言ってもらってんのに、だなんか返事せんのもなんか悪いよな。まあ、それはもう暗黙の了解やん。挨拶は大事やけど、時と場合を選んでくれと。場合によるし、その場所を選んでほしい。うん、これはもう、これぐらいにしてきますか、じゃあ。はい。はい。なにわ男子、移動中。11月12日。イエーイ。せっかくなのでですね、この移動時間を、利用しまして、企画を行いたいと思います。はい。題して、7人のイラストを合わせましょう。大阪にちなんだお題を出したいと思います。はい。その答えをイラストで書いて発表して、7人全員のイラストを合わせようと聞くです。ほいほい、完璧よ。まず最初のお題は、大阪でみんなでよく食べたものといえば。共通っていえばもうこれしかない気がする。俺、おお、これぶっちゃけサービス問題っちゃサービス問題じゃない。そうね。それでは一斉に
オープン。ダダン。はい。え？うわ、これはちょっと違うんじゃないでしょうかね。じゃあまずジョーク、スチロー。いや、わかるでしょ。何それ、メロンパン、メロンパン、なんかメロンパンのなんかメロンパン飛んできて新しい顔よみたいな、サソリ怪人、聖人カス違うよ、網にあのトングに肉、焼肉よ、焼肉か、焼肉の人、はい、はい、お、来た、へ、流星も、流星もザリガニの手、それザリガニじゃないよだってセブンスターズのさ、あの自分たちの自己紹介ラップとかもさ、焼肉食べながらみんなで考えたよ、あー、そうっす、逆にじゃあ次、それみたらし団子なるほど、差し入れでも差し入れでね、よくいただくから、昨日は俺食べたし、うん、これはよく我々が差し入れするフルーツタイプ、あー知念、そう、これはマイジャニでお昼で出てくる鶏弁当、あー鶏弁な、僕は高級焼肉弁当、わかりやすそれやっぱ大阪であんま出えへんかったから、出た時のみんなの喜びでみんなで一緒に食べてたなっていう思い出があるから、なるほど、これにした俺は、まあ、で全員揃わなかったの、全員正解、正解や、オーマイガー、オーマイガー、まあでも焼肉が多かったですね、いいねそれ、じゃ続きましてのお題はですね、大阪の思い出の場所といえ、あ、合わせよ、パンに合わせて、違う違う、これ合わせるんで、みんな、うん、俺らのパンに合わせて、え、二人で合わせる、いやだよ、俺多分一緒やと思う、多分一緒やと思う、でも絶対大阪といえばもうあそこでしょ、あそこでしょ、伊勢にオープン、じゃん、え、全員違うんちゃう、え、え、あ、違う、高橋と中越かな、はい、俺も一緒、多分一緒、あ、俺も一緒、うわー、え、何それ、松に竹にザ、あ、ザザなるほど、いやでもな、確かに俺もそれやってた、俺もあった、俺もあった、あったなんてことは、B 型4人が松竹さん、俺懐かしいやん、ほらちゃんと花道もあって、花道ね、で横からゴッっていう声聞こえてきました、西畑は完璧太陽です、うまいな、うまい、さっき見てきたしね、確かにね、さっき見てきたし、合わせれるかなと思ってんけど、そっちね、しかも象徴的なところやったりもするから、うん、カンテルさん、あー、カンテルさんはわかんねんけど、ぐらいどこから見たカンテル、いや、いやでもね、カンテルってこんな感じ、わかる、アニメのね、マスネがオーディションがカンテルやった、そうか、なんでもアリーナ、新大阪駅、あー、めちゃくちゃ思い出詰まってるくない？東京にお仕事行くときとかさ、こうなんか馴染みの方は待ち合わせとかして行ってたけど、ちょっと行く機会が増えたら、車内集合で、あー、あった言ってたし、あったわ、そで一緒にこうお弁当買いに行ったりとか、そうね、いや、これちょっと合わせなかったな、正解でございます、惜しかった、いや、まあでも4人な、ちょっと良かったね、B型4人あってくる、くそー、オーマイガー、オーマイガー、大阪といえば誰、誰、この人しかおらんやろ、むしろこの人がかんで誰かくんっていう、俺は最近お会いした人やったりします、あ、俺多分大悟と一緒やん、マジ、うん、最近お会いした人、流星はどうですか、書いて最近お会いした方です、最近お会いしました、お、来た来た、俺全員けんちゃん、はい、それでは大阪といえばこの人、せーの、ドンドン、お、え、え、あれ、ちょっと待って、私西畑はですね、村上くんです、あー頑張りやーとか、しかやっぱ村上くんかな、僕やっぱもうお世話になってる大倉くん、え、待ってください、俺も大倉くん、大倉くん、中尾のは大倉くんって分かる、やっぱこう大倉くんってパーカー着てるイメージが強いから、パーカーで、なるほど、結構ね、髪の毛流してる感じなんですけど、うん、いや、パーカー一緒一緒、やっぱどこがパーカー、ドラム、ドラム叩きながら、焼き鳥食べてるオークラで、やばい、細いって言うと、もう目の上なんか文字書いてる、これ、これ寝起きのオークラ君、オークラ君、似てますか、いい感じですか、オークラ君聞いた今、来年の年賀状、お前のに採用、言ってない、言ってない一生懸命、高橋君は何は男子、おお、なるほど、いいね、確かにそういう存在になっていきたいしな、そういう存在になっていきたいです、大阪といえば何は男子って言ってもらえるよね、じゃ見てろ、吉村さん、俺は知事ね、流星ね、吉村さんと、あ、そうですよ、あの万博の会議でご一緒させていただいてたんですけど、どうですか、
あ、似てると思います。ほんまかいな。まあ、あったぞ今。ほんまかいな。森脇健児さん。ああ。やめて元気。森脇健児。森脇さんね。そうやっぱり俺らも前ジャニーとかでもお世話になったやん。森脇さん絶対あったらさ、走ってるか言ってるよ。走ってるか最近走る。じゃあラスト、リュウセ。誰あれえ、アンミカさんじゃん。アンミカさんやった。アンミカさん。アンミカさん。関西といえば、大阪といえば。なるほどね。もうほんまに尊敬してますし、この間番組でご一緒したんですけど、うん、めちゃくちゃ優しくて、関西の神って言っても過言ではない。なるほど。あれ、また不正解でございます。くそー。オーマイガー、オーマイガー。オッケー、決まった。最終問題。はい。なにわ男子といえばこの曲。自信どうですか？ありますよ。やりますよね。しかも今やからこそ揃えたい。そうそう、うん、フリップを一斉にオープン。よいしょ。じゃん。じゃん。あ、じゃあジョー君から。ウブラブです。あ、はい、僕もウブラブですね。はい、見てろ。ウブラブです。はい、僕もウブラブです。僕もウブラブです。はい、僕もウブラブです。バキさん、ウブラブです。じゃあ、いや、違いますね。それ確かにキラキラしてるけど、隣国ちゃうの。隣国そんなカットアップしてないもん。そんなカットアップしてないもん、多分。ホームベースじゃん、ホームベース。ホームベースじゃあ、ダイヤモンドスマイル。まあまあ、確かにそっちも代表曲、代表曲ではありますけど、でもやっぱり今日、だって11月12日 CD デビュー日で気まずいやつ。そう、みんなウブラブって書くと思って、さっきだってオーマイガーオーマイガーとか言ったりして、みんなウブラブ。でもよう見て、これ実はリチャードやねん、ウブリチャやねんって仕込んでたけど、まさかのダイヤモンドスマイルから。なあ、ちょっとリュウセ誰それ。またアンミカさん出てきた。アンミカさんやん。アンミカさんこっちよ。いや一緒やん。アンミカさんや、一緒やん。一緒やん。まもなく関空着くみたいなんで。おおい、ウブラブシップ。リリリンゴ、ゴーゴーゴマ団子、ゴーゴーゴリラ、ラーラーラパパンパン、ゴマ団子。一緒です。ラー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 パ、パパパセリ、リリリチャード君。